そしてビッグスリーを覚えた後は、まあ、さっき言ったね、何百とある種目の中で何をやればいいのか、これ迷っちゃうと思うんだけれども、今日はこのビッグスリーの後、種目としてはポジションオブフレクション POF4 という、これがシンプルで分かりやすいと思うので、まあ、いろんな意見もありながら、俺はここではこの POF4 に基づいて種目を選択していきたいということで、まずポジションオブフレクション、まあ、これは何かというと、ミッドレンジ、ストレッチ、コントラクトのポジションといって、まあ、ミッドレンジというのは中間ということなんだけれども、まあ、種目でいうと、例えば上腕二頭筋の種目の場合は、ミッドレンジの種目というのはバーベルカール、まあね、バーベルをこう腕で引き上げる運動、これがミッドレンジという、まあ、この中間90度の腕が中間の肘の角度が中間になったところで最も負荷がかかるということで、これミッドレンジというんだけれども、